それじゃあ開催遅くなりまして申し訳ございません。7月の21日シンポリのゲームスポット VS タイガー始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、張り切っていきましょう。 The will of fate is turning。 いきなり同キャラ Rebel 1しゃーない。 Action。 ああこちらで行きます。音入んねえな。なかなか割とでもマイクの音量がでかいはずなんだけど。あと武藤先生が固めに行ってガサガサで火災所を崩していく。さあどうすんの。おっと暴れた。勇気いる暴れだった。おっとメキタル頑張って。ああ見つかった。おい今のいいめくりだったけど、いいバウンスト。ああなんで SN が投げ通してゲージガードもない。どうするどうする。なっなっはいだ武藤先生ね、最初に固められた時に警戒しちゃったんだろうね。武藤先生武藤先生1ラウンド遊ぶからな。武藤先生おめえをどっちだっけ。ねえよ挽回おめえおめえ挽回しちゃうよ武藤先生の場合ね。さあリードさんがおーっと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 、これはあるよ。おっとさあ、あバックセグやられたけど逃がさない。さあ消却いい前蹴り。おっと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 、あー危なかった。武藤先生は同じ狭間使いとしてのプライドがね、自身を許さないよ。武藤先生コンボして2回、3、5。あー妥協した。妥協していく。ゲージだから怖い。どうすんの。逃げる。おっとうまくかっ飛んで俺はラウンド終わってしまった。あ、見つかった。いやー、ほんとこいつなんか今ダサい、ダサいザンビーが見えた今最後。ダサっ。はい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 、先に触ってったのは武藤先生。いや、こうなるとバーストどこで吐くか。武藤先生のゲージが溜まった。次崩されたらやばい。まだまだ行くぞ。あ、玉砲天神ジャスジャイエが入りました。まあそこじゃない。逃げ逃げない。おっとおっと、これでもバーストリーがあるな。やっぱり吐く。おー、レース見てた。あー、まあそういい判断だった。高さがな、高さっていうか近すぎた。おー、楽しい。お互いプロ新しい。やばい、やばい、確認する確認する。やったー。でもまだまだあるまだある。あー、武藤丹波でやられると見えませんね、あれは。本部に連絡。The will of fate is turning. ラグナカルル。Rebel One. Action. ボランテ。ボランテ置いて。まあ。ボランテ。ボランテ。六 D。捕まえて。で。ああ、これは表だった。はい、無理よ。反逆からブーイングが飛んでいく。2D 重ねはちゃんとなってけど、おっと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 。中段ガード。下段ガードできない。これちょっとまずい流れですね。これコートさんとしては俺の攻撃だった。しっかりとがめて、まあ死ぬよね。よいしょ。一本取ったのは慶平さんのカメル。ボランティー引っかかって動きづらそう。じゃあね、これじゃからコートで置き攻め。惜しい。おいしい。あー、バト使わざるを得ない。バト与えたくない。青消防圏を使わざるを得ない。あー、そこら中で、そこら中で弾けた。あー、もうこれはでもうまい。僕のことはね、今までは読めないでしょう。あ
あーこれきちい。あーやっぱり使うしかない、使うしかない。うわー返した。うわー惜しい、まだあるね。これはバーストないしやりたい放題。次崩されたらおそらくブラッドカインが待ってる。おーつーだ。あーやっぱり見えない、まだしてない、まだしてない。見せる。危ないよ。あー今ちょっと直接やられた。おーラッキャン。おーすごい、ラッキャン。おこれできっと姉さんがカオ。さあやる前から結果が見えている。武藤 VS ゲヘガル。武藤先生どう立ち回るのかね。姉さんお願い、逃げ逃げ。まあ個人的にはねちょっと面白い展開になってほしいなと思って。捕まえたいカルルと熱い試合じゃなくて面白い展開。おっといい立ち差し込みから、あ終わった。武藤先生さようなら。武藤先生腕を見つけてエンターテイナー FC。 いけあれは2位。あーっと、あー終わった。武藤先生さよなら、お疲れ様でした。さあ1本取ったのは慶平さんのカルル。さあリプレイをもう一度。おっと触っていったのは、おっとおっといい空投げ。おーターン持ってく、あれ下段なんですよ。一番目だけ下段なんですよ。あーっとゲージ入ってやっぱり触られたくない。合唱客姉は遠くにいる。チャンスだったけど逃した。あーゲージさん触ってどうする。姉が怖い。固めて固めて、どうする。あ中断、中断だった。これちょっと絶望的。でまだまだですまだです。ここでどうなるか。はいバースト入って、やっぱり姉が動いている。姉の体力が来たって。休ませて。ご覧で。ただねカルルの試合もね僕は。おっと当たれたけどダメだった。はいラップキャッシュ。今のはちょっと上手いね。ここですか。あ、何わざと。なんだ今のジャンピーは。今のはわざとくさいんだけど。最終ラウンド。あ、どうだね。怖い怖い。あ、これは終わったか。じわり攻防が始まる。からの中断だった。右。画面端に行って、怖いよ。6人中断。あっとミスミスに使われた。ジャンプ A だったから危ない。あー多分ガーキャンポレ。あー死んだ。はい死んだ、はい死んだ。フッドアイフッドアイ。 This game is over。 あーこれはドゥームのおかげ。あーお疲れ様でした。武藤先生はねいいリプレイを見せてくれました。まあちょっとね自力の差出たんじゃないですかね。先輩のためにもよ。ここでやろ、ここでやろ。ピピレルピピルレニャン。ピピルレニャン。私The Will Bates Tony。この後ヒガコ勢対アカン。あ、それ録画するか。さあ、見当てったのはレイチェル。まあレイチェル側で触りやすい。見えない気づくから。高速中だから風がない。あ、今ならちょっといい判断だったけど。あ、終わった。風ないのね。見てれば頑張ってくればよかった。はい、中断どうして？はい、しっかりコンボ。あーミスった。あーミスってる。やっぱレッテルもね、なんか難しい。あーレッテルデブだからな。えデブデブ。こういうのもフライハンドの塊。あーガッパーをつけたい。つけたくないのか分かんないけど、とりあえず風返しして、つけたいのかつけたくないのか分からん。
ようやくハンマーつけて、つけて、はい、猫つけて、おいしい、おいしい、これはどうだ、おっと、あーちょっと自分を信じきれなかった、やってしまった、あーしびれね、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 攻め、あーほっちゃい、どうすんの、あーよっつけた、ミドルさんできる、はい、はい、はい、どう、おー諦めない、諦めない、諦めない、あー終わった、流れ玉に当たってしまった、落ちってね、悲しいね今のは、なんかクッション当たったみたいな、はい、ジャンピーから、ジャンシャル強いよな、こっちはリコポダメ、足リバー、足いく、はい、ベリベリして、やっぱない、おりゃー、どうする、はい、違う、投げと思わせてからの中段、何すんのさ、あった、あった、あった、これはすんのさ、あった、まだしないだろ、あ、やるわろ、あ、しないしない、はい、ちょっと残って、あ、でも、こうなったらオプラちゃん何しようか、押せるよこれ、ガンダつなげ、取らない、はい、さあ取り返して、バースト的にはリオ・レイチェルがちょっと有利、もう今キュアピースビビってるからね、レズをしてるから、意見分かんないけどね、俺も分かんない、あっ、はい、はい、それ俺もこの前やったんだよね、おっと、なんか風、おっと、風の後ろが動くんだ、おー、うわー、なんかちょっと分かったくないけど食らっちゃった、おい、なんで画面見ねえんだ、やばいやばい、おっと、なんかこの小さいレシピでやる、アドリドルだ、アドリドルやコンボ決めたぞ、ドヤ顔しやがないって、なんかピースしてる、やだ、こいつノスケがもうお願いします、バンクライチどうですかね、こいつもダメだ、5分かな、分かんない、まあ俺的には5分ぐらいじゃないの、分かんないところだね、5分って言うと5分、そうだな、5分なんじゃないかなって言ってたら、ジャンピー巻いて、おっと、やった、あー、ライチだった、昇竜拳、昇竜拳、固めが終わった、さあよ、さあどうする、オーサンシー使って、とかでなし、あら、なんかオーライチの間肌白い、ライチ側が決めてく、おっとっとっと、分かったのかな、あれはめくり、さあ次の決め、あれー、さあ立ったね、待って、飛んだ、これは、あ、やらかった、確かに許さねえぞと、許されたりだ、カード、ガーちゃん、いい判断、おっと、あーと、そうして、まだ知らない、あー、このラウンドは、おっと、諦めない、マジにいった、最初にエンゲージがあったから、おお、どうなるどうなる、あー、なんか、ラッキャーすればができた、ラピキャン、ラピキャンするのは誰だっけ、向こうに当たるんじゃないですか、あ、いや、ガードとしてもジャンピキャンするんじゃないですか、ジャンピ以降に刺さりそうなタイミングでしたね、だからラピキャンが正解だったのかな、今の画面端、はい、6D ゲージはたまんないから、まあ F 呼び攻めは来ない、あー、これは痛い、ちょっと見つかったけど、多分上で突破して、ダメですね、うまい、いい判断、もうぶつかった、これ美味しい、さあバーストがないので3個溜まって、あと1個、あー、これ、わかんない、おい、早い、なんだこいつ、さあどうする、今のジャンディランダ説明してくれ、おっ、あー、これちょっと、あー、やばいやばい、
ロースイクラゲガラ、あダブルアップに成功、あれ1つだったけど、よーなんかいろいろあって、なに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 、これ釘見捨てるぞこいつ、大分かね、わかんねー、どうすんの、あーしっかり2置き咎めて勝ったのは93のライチ、レイチじゃねえや、ライチだ、PSR を見てリドルさんが顔を収めて先に勝ってたのライチ、ガラの固めがスタート、ライチもね、どこで固めよう、確かライチもね、高速中で入んねんだよ、あ、そうなんだ、シャミくらいね、そう、ちっちゃいんだよな、狭間とライチがやりたいって言ってたな、あ、そうそうそう、タオカからね、ボビーロケー、狭間から、ボビーロケー、狭間ガラの投げ、おぎーし、ダウン出しなかった、あーやっちゃいました、俺もやるかやりそうなバスだな、あれまあでも安くすんだ、いやでもこれきついぞこれ、ラピッドってやっぱりおいドアドだけど、おい山手次だぞ、しっかり最低保証で殺しきる、おっと咎められなかった、やばあそこで怖いよね、どうやんのみたいなね、まあ、あーこれ痛いよ、死ぬほど痛いぞ、 6BC では痛いぞ、死ぬほど痛いぞ、はい、あ、おいしい、はい、4000取ればかなり減った方だと思うんだけど、さあ、あーこれ来てミスっちゃうか、あ、ミスった、ラッチが出なかった、あー、2人がバレてるけど、音がめなし、風使った、風使った、金は命より、ちょっと棒があるので昇竜が何でもな、巻いて巻いて、おっと、ああ今のはうまい、今の対空ずらしはうまい、ナイスガード投げが怖い、おっと漏らしたのかな今のは、あー終わったか、ガリア、おっガーちゃん呼ばれてた、あー風がない、大車輪があるぜ、おいしい、ガリアー、おードン、おーっとー残念、噛み合って勝ったのは菊池陽之介。